チャンネル。おお、ということで始まりました。またやってきました。そうですね、チープチャンネル、楽しみに待ってていただいたでしょうか。ということで今日の、スタメンこんな感じになっております。見てください。はい、おお、すごいですね。みんなの出身大学、初めているんじゃない、それ出身社会人チーム、そして先発ピッチャーは穂高弘美、そして実況は、今の気持ちはどうですか。心臓がバクバクしてます。嘘ですか。嘘です、はい、というね、前もったインタビュー、インタビュー、試合前のインタビュー、ね、はい、じゃあここで、実況は変わります。平田ブルーノさん、解説が事務局となっております。では平田さん、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。さあ始まりました。はい、はい、プレーボールホームランを打たれ、その後ツーアウト、取るも二塁線いけるか、遠い8000円でーす。お安いですね。安いね。はい、ということで録画が試合開始に間に合いませんでした。申し訳ございません。カメラは充実は言って、頼むで事務局、すいませんでした。さあ気を取り直していきましょう。はい、はい、さあ、ね、ピッチャー穂高投げる、おー、これがインコースのアジャボールか。すごいですね。やっぱ最近流行りの、流行ってますね。手元でこう微妙にずれるというかね。はい、アジア大学出身の平田さんも見てもいやいいと思うよ。いいと思います。あ、やっぱアジア大学ではみんなこれが主流というか。どうでしょう、覚えてない。覚えてないですねはい、ということで穂高、先発穂高、記憶が、はい、そしてワンストライクワンボール、彼は19歳ですからね。おお、いいとこ決まる。アウトロイさん、今の決まったら手出ないですね。出ないね、はい、そしてキャッチングもいいんでね。キャッチャー誰ですか。キャッチャーはふなし。あ、平田ブルーの選手ではなかった、ね、そうですね。まあ今それこそ若造が頑張っていただけるということ で、ね、コースをスリーアウトチェンジ。おー、じゃあボールでカバリ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 三振、ね、1点は取られましたけど、その後立ち直って取られたんですよ。それがさっきカメラが、あー、はい、っていう話だったんですか。なるほど、集中してください。すいません、はい、お願いいたします。早くて読めね、はい、1回裏です。さあ1回裏、打席先頭バッター白、じっくり見ていきましょう。そうですね、白、チープ打線、強力ですけど結構ホームラン打つんですよ。そうね、ホームラン王争いも彼入ってるんで。あ、入ってる、一番バッター、恐怖の一番バッターということで。そうだね、こう小柄に見えても力があるね、はい、力ありますよね。そして打つ、捉えた、1球目を捉えて鋭い打球、1、2塁間を抜ける。おー、慣れてきたね、これ慣れてきましたね。おー、そして走る、はい、お、早友打つ、そしてノーサインでエンドラン成功。すごい、これが1番、これがチープ、すごいですね、帰ってくるね。お、これで帰ってきたんですか、白が。そう、さすがだね、打者2人で1点返し、同点でございます。これは出ないですね。いや大きいね、やっぱ取られた、ね、取られたっていうところで、ワムゾンミタレティソン、ワムゾンミタレティソン、プレーダーカメラチームディバイルサンクスコイザスキヨチスヤミクテンクデモロンちょっとおかしいね、これ。おかしいですか、誰がこんな翻訳し、あー、フィナメチコスヒアリザイゴマコイザエボー。これはどういう意味だったんですか。いやー、わからないね、はい、ちょっと早くて3番のノッコハギノの長外ホームラン。あ、いつの間にかホームランか、最近やっててるね。見てなかったですか。見てなかった、ちょっと読むのに必死だった、ね、はい、ナイスバッティング、ハギノ選手、そして4番ソナシ打つ、初球からフルスイングして、おー、カメラ見てください、この充実感、うわー、これフェンチョク、そうです、おー、あと少しでホームラン、ノンパーだね、すごいね、もう宇宙間にね、まあね、あ、こんな小柄、ね、船曰く何を美しいと思うか、わかんない、はい、では5番、何か5番スパキンニキ打ちました。そして打ち取られたあたりもマッスルフェイクにより、お、マッスルポテンヒット、やっぱすごい使いますね、技を。そうだね、そしてノーアウト1、3塁、6番ポテトヘッド、誰ですか。いや、あれおかしいね、これ誰ポテトヘッドさん、もお、走り方怪しいな、3塁ランナーがホームイン、2点追加、なおもワンアウト1塁、7番サコ、キャプテン代理、打つも打ち上げてしまい、ピッチャーフライ、ツーアウト、ランナー1塁、4番片岡、
新鶴太郎。打つ、打つ。打席でもヨガの動きを取り入れるも体の変化に意識を向けてると自分のねピッチャーフライ。おお、ね、イケメンがいましたね。2回の表なんかちょっと出てますけど、はい、はい、2回の表ノーアウト、ボール2ストライク、そして投げる、いいとこに決まるね。アウトを見逃し三振、ワンアウトランナー。いやー、ほら安定しますね。ね、気持ちいいね、見てて。気持ちいいですよ。そしてまた投げる。お、これがアジャボ。お、リポビタミンで平田の好守備、自分で踏んでツーアウトランナーなし。ナイスプレーですよ、ね、ブルさん。そして続くバッターも追い込み投げる。あ、大きく曲がるスライダーで三振、スリーアウト、チェンジ。2回、2回ですね。アジアボールとその大きく曲がる変化球がある。あ、あったんだ。そういう、ありました。お、9番コンボジュニア打つも俊足を生かし出塁、ノーアウト1塁。恐怖の9番です ね、 ね、こんなバッターはやだね。そして1番シロ打ち取られたあたりもショートが追いかける。ああ、そこはいいケースやね。そしてシロ盗塁からのハヤトが打つ、ランドでライナースタンドを引き刺さる。太田おさんの集まりだったチームに昨年加入した俊足スレンダーイケメン、イケメンかな、白ハヤトの俊足パ、うん、長打でしか手に取れなかったチームに機動力投入ということですね。今度は2番の斉藤がホームランですよ。いや、素晴らしいね。そして太田おっさんも、太田おっさんもうまくもカロリーオーバー4番船ワンアウト、打つも仕掛けてサドゴロ、うん、そしてここであーナイスプレーですね。ですか、セカンドでアウトにされましたね。セカンドアウト、ね、さあツーアウト1塁。お、続く5番超筋肉ニキ打つ。おー、これは1、2塁だ。超筋肉ライト前、そして6番リポビタミンで平田。お、強烈な打球も振られたか。サード後半 のリポビタミンでのパワーでがサルカール。いやー、痛烈でしたね。よく止めましたね。いやー、素晴らしいね。よく平田君の打球をあんな判断できる ね。はい、続いてツーアウトランナー1、2塁サコシですね。デッドボール満塁だ。8番片岡鶴太郎投げるも打つ、反対方向へ大きな打球。お手本、カム樹立暖色とヨガによりなんちゃら、フェンス手前でライトがキャッチ。体と心のデトックス、デトックス。3回表、さあ穂田、穂田打つ、レモン、あ、あ、ブルさんやってる、え、ブルさんやってますじゃん、はい、エラーしちゃったんですね。うそ、はい、そこは、あ、これゲッツーコースだ。そしてゲッツーボールもサード投げる。そして、あ、するか、マッスルカッター出ました。マッスルカッター出た。すさまじい切れ味、ピンチ拡大飛んでますね。おお、またサードゴロ。そしておお、ボールにマッスルストロック、ガチガチで固まる筋肉、スーパーマッスルメンタルブレイク格闘技か。またサードだ。どうやん、来た来た。そして投げる。お、あ、これは華麗にさばいて、おお、ゲッツが欲しい場面でもショートゴロ、ゲッツコースだ。そしてサッコが行く。6、4、3、皆さん準備よろしいでしょうか。いけ家計ゴリラのノーグスク、ベータミン、ドゥルドゥフィン、チロシン、ウンデイフレイン、バリン、リンジン、ロシン、イソリン、ショウシン。3回裏、続くバッターコンボジュニア、打つも、おお、捉えた。そしておまけ捉える。だが、あ、もう一人ですね。そうだね、そしてこれ鬼瓦さん、鬼瓦、打った瞬間、これはすごい、この打球ですよ。ブルさん、どうですか。完璧なホームラン。ベンチも驚き隠せない、ね、バックスクリーン超えてるんですよ。あ、これ超えてるの。超えてるんですよ。見てました。いや、トイレ行ってたかも。いや、ホームラン打ったのは知ってたけど、白早コンビが生まれましたね。ここでね、今年の呼びたい流行語大賞のワードが出てきたんじゃないですか。そしてワンアウト2番ハヤト、
充実も、そしてイーカップ、おカメラ充実してるな、どこ落ちるのか、落ちるのか、落ちたな、おー、2塁に当たりがポテンヒット、これでツーベース、俊足じゃないよね、これなんだ、足早い、はい、はい、3番こけしジンベイ、あー上手、こけしジンベイ、なんすかね、このお肉さんはね、今年絶好調、絶好調っすね、なんとかの左中間へのホームラン、野球 YouTuber のシード動画を見ない、なるほどですね、誰この子、船、4番船、ワンアウト、打つもボテボテかと思いきやゲッツーかな、きっちり進塁だ、いやこれ大事ですよね、いやそうだね、これこそ野球だね、そうですね、やっと野球っぽくなってきたな、野球ですね、今野球してますね、筋肉ゴリラ、ライト前ヒット、ゴリラ多くね、ワードで、そうね、はいはいはい、そして6番リポビタミンで平田、うわうっさやまなスイングだね、そうですね、ちょっと力んじゃったところ、あやったか、あ危ないな、危なかったね、さあ4回ですね、4回さあノーアウト、バッターフル、おそして打球持っていく、打球持っていく、持っていてセンターフライ、安定してますね、ワンアウト、斉藤守備安定してますね、小高もなかなかね、そうですね、あナイスバッティング、そしてワンアウト、これは綺麗に打たれましたね、レフト前ヒット、これ相手バッター褒めるべきですね、いやいいバッティングだね、いいバッティングでした、絶好調な穂高からよく、そして音上げてしまったが打たれるも打たれ、はい、おカメラが追っていく、斉藤が飛んできた、センターはハイプレーですね、フライプレーか、そしてもう一発来るんじゃないですか、これはツーアウト、おまた来た、また来た、また呼び込む男だね、センター早くナイスプレー、おっと4回裏、そうです、さあ半年、うん、サコシショウが来ましたね、サコシショウ、あ、三振、ワンアウト、ね、まだね、はい、まだ8番ヨガの人、おお、ナイスバッティング、おお、きれいなスピン、右打ちのお手本で ね、2個は真似してね、いや理想ですよ今のバッティング、いや9番コンボジュニア、代打来た、仙台育英の見せてきた、走る、そして足が心配だね、全力疾走もゲッツー、それで執念のね、あのゲッツー阻止で、なるほど、でチャンスで1番白に、1番白、いやよく回しましたね、さあツーアウト、どういうバッティングを見せてくれるでしょう、打つ、これはいい当たりなんじゃないか、そしてファーストゴロ、ファーストがスリーアウト、チェンジ、ね、さあ5回表、この大会は9回までなんでね、今中盤です、今中盤です、さあ中盤まで、そしてここはもしかしてサードが、おお、ピッチャーが今度ピッチャーゴロエラー、ちょっと今ランナーに目がいっちゃったんですかね、そうだね、目切っちゃったな、そうですね、さあノアウト一塁、さあサード打つ、さあこれ来たよ、さあ期待を期待できるよ、あースーパーマッスルバニーロック、そしてエラーに2つで、2つでノアウト一二塁、ピンチしのげるか、しのげるか、打った、これはフラフラとライトは追っていく、ライト追っていく、取る、まあ、ライトフライ、ね、いやーノーエラーでね、2つのエラーで、2つのエラーできついね、きついですよ今、守備もちょっと頑張らないと、さあここしのげるか、ナオト頑張れ、お打たれた、いい角度で上がっていく、打球はぐんぐん伸びていく、おっと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 、ホームラン、ここでスリーランを打たれましたね、いやナイスバッティング、洗礼を浴びたね、洗礼ですね、ナイスバッティング、そしてゴロコゴロがあると球場が、都のプリンスが突き、うん、さあ投げた、ツーアウト、あそしてサード、じゃそろそろ巧みなマッスルマップ、ビッグワイルドビーチ、ヒポビタミデが身長がわずか3メートルほど足りずウホウホって何さあ投げる、わあでもね、もう5回ね、駆け巡る、駆け巡る、駆け巡るのゴリラの脳内物質ですね、脳内物質、はい、はい、2番ハヤト、ノアウト、はい、フォアボール、いいですね、いい先頭ですね、そうノアウト1塁、3番お肉、あこれは欲が出たんじゃないか、欲出ちゃってますね、そしてピッチャー、あ入った、あどういうこと、入った、ライン上でフライをエラーしてしまったんで、あフェアの判断、あ中にいたんだ、ね、フルセーフティーなんちゃら、さあ4番船、ノアウト、おお、うわ、行くのか、行くのか、来ました、うわー、ガンマルライナレーバッティングとは何か、
は空いてるとき肩がスッと締める。トイレのスリッパをきちんと名前入れる。相手に対してしっかりお辞儀をする。そういった思いやりな。な、何が言いたい、何を美味しい。あさあ続く3番。あれこれ文字ないの。あこの子もよく出てますね。フルもセカンドが構える。マッスルチャイムスなんちゃーす。6番リポビタミンで平田打つ。あ今日ブレさん調子悪いですかね。そうだね。でも落ちる。これも落ちる。これもヒットはヒットだね。そうですね。ピッチャーが一番ちゃんと走らないからシングルヒット、まあ、ちょっとね足の状態もね。そうだね。悪かったんでね。調子乗れない人だからね。7番佐古ですね。パスボールのタッグ平田が先ほどのミスを取り返す。リポビタミンへ激走。ワンアウト3塁。さあチャンスだ。フォアボール。選球がいいですね。そうだね。初球佐古氏盗塁で2、3塁。ああね、当たりが抜ける。抜けました。鋭い打球レフト前へ抜ける。3塁ランナーリポビタミンでホームイン。横浜14対4。相模原大会規定により5回コールド。プレーボールホームランで先制され、その後ランナーをためる取れる。相手打線も強力で逆転されるのか分からない状況でミス連発してしまったのは次の課題となりました。 それはゴリラだね。ゴリラですね、うん、ゴリラね。ゴリラがね一匹ね脱走してましたね。弱気言ってる場合じゃねえよ ね、はい、相模原シャバリアンズ様対戦ありがとうございました。いやありがとうございます。お願いいたします。さあ、どうぞ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしく。グローイン向かってね。イエス。